重さをね、分散してるというのが、このね、ゴムバンドのですね、特徴ですね。お、これのといいかな。お、だいぶ良くなってきた。なるほど。軽い。これは軽い。サムライチャンネルへようこそ。今回はですね、以前、ストックをね、使って紹介した、仮払い機はね、とても軽くなるというね、裏技をですね、紹介したんですけれども、今回はですね、そこからね、一工夫しまして、このですね、ストックのこの紐のところにね、このね、トラックのゴムですね、このゴムをつけて、このゴムのね、力を利用して、軽くするというね、裏技をですね、試してみたいと思います。まあ、アシストしてくれる感じですかね。まあ、全ね、重量を、このストックで支えるのではなくて、あくまでゴムの力でアシストするといったところで、肩掛けバンドと併用することによってですね、このアシスト効果がね、非常に便利ではないかということで、今回は試してみたいと思います。そして作り方なんですけど、まあ作り方とね、いうようなね、代物のものではないんですけれども、まあこのストックですね、ストックのこのね、釣りバンドのところを通しまして、このようにですね、このトラックバンド、トラックのですね、このゴムバンドをですね、まあ適当な長さに切りまして、このようにですね、プラスチック製のね、ジョイントで繋いでいます。そしてですね、このゴムのですね、反発する力を使いましてアシストしますので、これをですね、こちら、この肩掛けバンドのね、ここにちょうど2つ穴が開いていましたんで、この肩掛けバンドのところにね、カラビナを使ってですね、このようにですね、固定をしまして、このゴムの力でアシストするというものですね。そして実際の装着なんですけれども、このようにですね、両肩バンドのね、肩掛けバンドを私使っていますので、こちらをまず装着しまして、そしてですね、こちら、このストックにですね、ゴムバンドをつけたものですね。これをですね、ここに、パチッと装着をしておきます。そしてですね、あとはですね、もう通常に仮払い機をね、この肩掛けバンドのつり具のところにですね、固定をしていきます。そうしましたら、この長くつけてあるね、ストックを刺す部品ですね。詳細はですね、前回のね、動画をご覧いただきたいんですけれども、エレクターでね、簡単に作れるものをですね、このようにね、バンドで巻いて固定してるだけですんで、こちらにですね、このストックの先端をですね、このように刺します。そしてこの仮払い機をですね、このように離しますと、もうね、無重力なんですよ。もう肩もですね、非常に楽。今ね、肩に重みがかかっていないんですけれども、いや、肩も楽ですし、もう構えた感じのですね、この装着感がね、非常に楽なんですよね。そしてですね、今ご覧いただいている、このゴムのですね、調整ですね。まあ、このね、仮払い機のね、重さによってはね、これをまあ二重にしたりですとかね、まあそういったこともいいかなと思うんですけれども、この仮払い機のね、重さによって、このゴムのですね、長さをね、変えてあげたりすると、今回のですね、この規格のね、ベストバランスの位置が探せますので、このね、ゴムの調整っていうのは仮払い機ごとにね、必要かなというふうに思います。そしてですね、この今ね、ゴムがね、非常に下に引っ張られて、アシストされている状態なんですけれども、これがですね、非常に重要なんですよ。このアシストされていることによって、肩は軽いですし、そしてですね、この足のね、一点に集中している、このね、足の負担も軽減されるということで、トータル的にですね、軽くなるというのが、このゴムアシストの力ですね。いやー、これでですね、暴走行為を行ったらね、一体どうなるのかと、非常にですね、今こう動かしてもですね、軽いんですよ。非常に軽いので、まあこの辺ね、実際草刈りをやってね、どうなるのかというのがね、非常に楽しみなので、早速ですね、暴走行為を行っていきたいと思います。さあ、それではね、早速ですね、草刈りの方を行っていきたいと思うんですけれども、まあ草はですね、もうすでにね、結構刈ってあって、あまりですね、草丈はですね、長くないんですけれども、まあこのね、アシスト効果をね、測るにはですね、まあ十分かなというふうに思いますので、今回はですね、このアシスト効果がどうなのかということをですね、試していきたいと思います。そしてですね、見てください。このストックでですね、このゴムがですね、もうピンピンに張ってですね、この仮払い機の重さをですね、引っ張り上げてくれているんですけれども、この引っ張り上げてくれている力がですね、まず足の一点にかかっていることと、あと肩にもかかっているということで、重さをね、分散しているというのが、このね、ゴムバンドのですね、特徴ですね。
さあ、このストックゴムベルトのですね、効果、一体どうなのか試していきたいと思います。さあ、このエコーの BSR510 ですね、もうこれね、ここのボタン、電源ボタンを入れればね、すぐ起動できますので、こういうところはですね、電動機の便利なところかなというふうに思います。なるほど。軽い。これは軽い。なるほど。これは確かに軽い。確かにこれは軽いわ。いやー、今ね、買ったんですけど、確かに軽い。ただですね、このね、ゴムバンドの調整をね、しっかりやって、肩と足の支点とのですね、バランスを整えてやるのがね、大事かなと思いますので、少しですね、このゴムバンド、調整したいと思います。よっ。今ですね、この調整がですね、引っ張りすぎていて、足の方にですね、ちょっと重みを感じてしまいましたので、もう少し肩と足とのバランスですね、こちらを取れるようにで、少しですね、ちょっともうちょっと長くしたいかなというふうに思います。これのといいかな。お、だいぶ良くなってきた。お、だいぶ良くなってきたぞ。それではですね、今ゴムのですね、調整が終わりましたので、テスト走行を行っていきたいと思います。いや、さっきよりですね、格段に良くなりましたね。やっぱりですね、この肩にかかる重さと足にかかる重さがですね、ちょうどね、50対50でですね、うまく調整できますと、非常にですね、軽く感じますね、この仮払い機が。まあ、ただでさえ軽いね、この BSR510 が、さらに軽く感じてしまうというね、このね、無重力体験。いやー、これはですね、いいアイデアですね。これはですね、もしかしたら商品化できるんじゃないかなという、そんな感じもしましたね。そしてですね、ただね、具合悪く感じた点は、このね、ストックの握り部分、これがですね、この肩のところに当たってしまって、若干煩わしいなというふうに感じたので、これはですね、もう少し切り詰めて、このですね、長さを調整してやると、もっと具合良くなるかなというふうに感じました。まあ、あり合わせのものでですね、やっていますんで、まあ、この辺の調節はですね、もうちょっとバランスを取ってあげると、さらにですね、草刈りがね、やりやすいのかなというふうに感じましたね。さあ皆さんいかがだったでしょうか。いや、しかしね、暑いですね。現在ですね、気温はね、30度なんですけれども、いや、もっと暑い地域にね、住まれてる方もいると思うんですけれども、午前中のですね、朝でこの気温ですからね、いや、皆さんね、本当健康にはですね、十分気をつけていただきたいなというふうに思います。そしてですね、今回のですね、このゴムアシスト、いかがだったですかね。いや、これね、もう少し改良を加えれば商品化できるんじゃないかというね、まあそんな感じもするんですけれども、今回ね、使って気づいたのはですね、このですね、ストックの握り部分、これがですね、長くてこの肩のところに当たってしまうので、これがですね、ちょっと気になった点ですね。もう少しですね、これ長さをですね、短くして調整してあげることによって、さらにね、使いやすくなるのかなというふうに思いました。そしてですね、このね、ゴムの調整がですね、ポイントなんですけれども、肩にかかる重さとですね、足のですね、
このですね、支点にかかるですね、この重さですね。こちらをですね、50対50に合わせることによって、仮払い機がですね、今まで以上に軽く感じることができるというのがね、とてもメリットだというふうに感じました。そしてですね、以前のこのね、ゴムがないタイプですね、ないタイプと比べてどうなのかというところなんですけれども、このゴムをつけないとですね、この足のですね、この支点にですね、すべての重さがですね、かかってしまいますので、仮払い機の重さをですね、右足1本で移動していかなければならないということがね、ありますので、これはですね、またちょっと気になってしまうポイントだったんですよね。それですので、肩とこの足の支点に重さを分散することによって、仮払い機を今まで以上にね、軽く感じることができるのかなっていうのがですね、このゴムアシストベルトの効果というふうに感じました。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画制作の原動力です。草刈りに楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。